皆さんこんばんは。今日はですね、管理釣り場の魔法のマテリアルと言われているトラウトガムを巻きたいと思います。トラウトガムというのはですね、面白い名前なんですけれども、これは多分ウサギか何かのですね、舐めした皮をですね、フックにつけて釣るという、至って簡単な、フライです。ではこれからちょっと巻いてみたいと思いますので、ご覧ください。まずいつものように、フックにスレッドをこう巻きつけていきますね。これはしっかり巻きつけていきます。でこんな形で巻きつけていきます。そしていつものように、まさにカットします。続きましてですね、トラウトガム、これ釣り具屋さんでですね、マテリアルが売ってますので、これはウサギか何かの動物の舐めした皮で非常に柔らかい素材になっております。これをですね、フックのここにですね、ちょんと縛り付けると、動かないようにしっかりここで巻いていきます。でまずこちらをで巻いていきまして、あと下の方でここで固定するというですね。これ至って単純なフライなんですけども、魔法のマテリアルっていう形で言われてましてですね、これ管理釣り場ではですね、爆釣するタイプのフライです。これ使ってみたら分かるんですけどもね、これは管理釣り場のトラウトの習性をですね、うまく利用したですね、素晴らしい、フライです。一度試してみたらよろしいかなということで、特別に皆さんに紹介したいと思います。私もこのフライをですね、シボロフィッシングパークで使ってですね、もうめちゃめちゃすごい時にはもう入れ食いで、かかってくるフライですんで、ぜひ皆さんもですね、これを覚えてですね、使っていただければ、楽しさが倍増するんじゃないかなと思いますんで、皆さんのために、ちょっと紹介したいと思います。フライはこんな形でですね、ごく簡単で、この、皮をですね、単純にここでくっつけて、これで出来上がりです。これがなぜすごいかというとですね、これは基本的にはサイトフィッシング、魚を見ながら釣るということで、これをですね、投げて静かにこう、このフライ自体がですね、引っ張ってくるんじゃなくて、投げてその場で静かに沈んでいきます。この沈んでいく最中に、このフライにトラウトたちがガブッと食いついてくると。これも僕もどうしてこんな風に釣れるのかなと、いろいろ考えてみますとですね、昨日もちょっとお話ししましたけども、管理釣り場 のトラウトたちっていうのは普段餌でペレットを食べてるんですね。ですから水面に落ちて静かに落ちていくペレット、静かに落ちていくものに対する条件反射みたいなものなんですね。静かに落ちてくるものは全て餌だという信号がですね、トラウトたちに捕食モードに入っていくという流れになっていくのかなということですね。これもですね、同じ色をずっと使い続けるとですね、魚も見切るようになりますんで、黒ですとか白ですとか、ピンクですとか、いろんな色をですね、ローテーションして釣るとですね、結構ずっと釣れ続くということがありましてですね、そのタイミングがうまく合うとですね、もう入れ食いの状態で、かかってきてですね、なおかつサイトフィッシングなもんですから、魚がそれを加えた瞬間が見えるので、非常に楽しい釣りを体験することができると思います。皆さんも一度このフライを試してみてはいかがでしょうか。それでは、今日はこの辺で失礼させていただきます。